国防や人命救助を担う自衛隊は、この国にとってなくてはならない存在である。しかし、その訓練や任務の過酷さゆえか、公務員の中で最も殉職率が高く、自殺者数も多い。今回はそんな自衛隊に伝わる恐怖体験を語る一揆が2ちゃんに現れた。それは一体どんな話なのだろうか。熱いからお前らに俺が自衛隊にいた時に聞いた怖い話聞かせてやるよ。まずは幽霊とか信じてない坊さん層が、そういうこともあるかもしれないと考えさせられた話だそうだ。自衛隊では自衛隊で必要な資格を得るためにいろんなところから集まって集中的に勉強、訓練する教育隊がある。合宿免許みたいものだね。例としてレンジャー資格とかね。それで某教育隊に行った人の話。自衛隊の隊舎には娯楽室ってのがあるんだ。場所によっていろいろだけど、テレビとか漫画とか置いてあるくつろげる部屋ね。そこで各地から資格取得のために集まった隊員たちが床に談笑してたりしたんだ。で、そこで情報交換も兼ねてみんなで話していたんだけど、とある一層の人だけがあまり話に入ってこなかったんだ。訓練はそつなくこなすけど、火曜外では寡黙な人だったんだ。娯楽室には入らず、いつもタコ部屋で寝転がってる感じだった。その坊さん層はいつも寡黙で一人でいる一層に行ったんだ。〇〇一層も娯楽室に来ませんか、話も聞きたいしって。そしたら一層は難しい顔して、お前ら何もわからんかって言ったんだ。三層は、何がですかって聞き返したんだ。はっきり言って一層は教育隊の中で浮いていたんだ。自衛隊って体育会系だし、団結を大切にするところがあるし、でも階級は上だから下手なこと言えないからね。でも一層は行こうとしなかったんだ。その三層はちょっとおせっかいっていうか輪を乱すなって気持ちもあって一層を誘い続けたんだ。そしたらその一層がため息をついて三層に行ったんだ。誰にも言うなよって。A がいるだろ。この A も階級が三層なんで面倒だから A を A。いますけど、A が嫌いなんですか？俺なぁ、あんまりこういうの言いたくないんだけど見えるんだよ。何がですか？ A にな、後ろから看護婦が抱きついてるんだよ。は？看護婦、ですか？ああ、この話はリアルだな。なんとなくわかるわ。そう、前に娯楽室に行った時その看護婦が A に抱きつきながら幸せそうにしてるんだよ。え、マジですか？ああ、だから気味が悪くてな。だから娯楽室は勘弁してくれ。そうだったんですか、わかりました。お前信じてねえだろ。いや、そんなことないですよ。ま、いいわ。こんなこと A には絶対言うなよ。はい。だけど娯楽室に戻った三層は言っちゃったんだよ。おいA、お前に看護婦が取り付いてるらしいぞ。え、なんなんですかいきなり。他の隊員も食いついてきた。なんだよいきなり。おい、どうした。ここで三層は一層との話をみんなにしたんだ。もちろんみんな本気にしていない。やったなA。モテモテじゃないか、羨ましいな。なんてみんなで笑いの種にして話してたんだ。ちなみにその隊舎が建つ前はそこには病院があった。病棟を壊して、その上に隊舎を建てたんで、それ系の怪談話もいろいろあったんだ。本気じゃないとはいえみんなにからかわれてAもあんまりいい気分じゃなかった。そういうのやめてくださいよ。気持ち悪いな。ははははは。そしたら急に娯楽室の戸がものすごい勢いで開けられたんだ。みんなびっくりして開けられたドアを見たら、そこには血相を変えた一層が息を切らしながら立ってた。早く。早く気になる。みんなポカーンとしていた。三層、お前喋っただろ。あ、すいません、つい面白いかなと思って。でも別にいいじゃないですか。これを見ろ。そう叫びながら一層は着ていた T シャツを脱いでそこにいたみんなに背中を見せた。一層の背中一面にものすごいミミズバレのような跡で。お前のせいだ。と浮き上がっていた。こんな話をその三層から俺は野営中に聞かされましたとさ。終わり。他にないのか。もっと。隔離された駐屯地という空間で起きるじわりと来る恐怖。スレミンたちはそれに夢中になり、一致にリクエストを求める。あるっちゃあるけど、これが一番印象に残ってたから他の話はもっとしょぼいよ。自衛隊にいたの10年くらい前の話だし。そして一致はリクエストに応えて別の恐怖団をレスし始めた。前にも書いたけど駐屯地には24時間経営ってのがそこに駐屯している部隊に交代で回ってくるんだ。これはその経営の話。経営の仕事は、自衛隊駐屯地内に入ってくる人の身分確認をしたり、一般人に入門許可証を出したり、時間ごとに駐屯地内を回って異常がないかチェックするんだ。
弾薬庫の警備とか、各駐屯地によって違うかもしれないけど、大体こんな感じ。で、昼間は割と忙しいけど、火曜終了後、夜は途端に暇になる。もちろん夜も定時ごとに見回って、決められたコースを回りチェックポイントごとに記入していく。基本一人で。駐屯地は消灯時間ってのが規則であるし、深夜はそれはもうシーンとして不気味なんだ。それでだ、これも聞いた話だから本当かどうか知らない。某駐屯地で経営中に巡回してた隊員が消えたんだ。ほう。隊員が忽然と消えた。通常では考えられないほど不可解なことである。一体なぜ？その駐屯地では旧帝国陸軍時代からある古い木造建築も巡回コースに入っている。その建物には常に鍵がかかっていて、開かずの間になっている部屋があるんだ。そのドアの施錠確認も、経営の仕事だったんだ。補足としてチェックポイントには紙とボールペンがあってそこに名前と階級、見回った時間を記入する。で、巡回中の隊員がいつまで経っても戻らないとなると当然問題になる。戻ってこないんだから他の隊員が捜索することになる。それで他の隊員が同じ巡回コースを辿っても異常なし。だけど隊員は消えてる。自衛隊もたまに脱走するやつとかいるんだけど、この件はいろいろ不可解で、自衛隊も警察に通報したらしいんだな。警察の鑑識とかも動いて結構大事になったらしい。で消えた隊員の足取りを追っているとわかったことがあるんだ。それは、なぜか開かずの間に入ったところまでの痕跡しかなかったらしい。その開かずの間に入る足跡と、ドアノブに消えた隊員の指紋がついてたんだ。でも出てった跡はない。その開かずの間ってのもよく知らんけど、ただ使わないから鍵閉めてるだけで、実際に開けても、普通の木造の部屋で何もない。でも消えた隊員は開かずの間のドアノブに指紋を残して消えて今も見つかっていない。反対のドアノブに指紋はなかったの？わかんね。ここでこの消えた隊員の事件は解決もせず、奇跡体験アンビリーバボーでも特集されたけど謎のまま、終わり。原因不明で話にオチがない。不完全燃焼だからこそ強い恐ろしさを感じてしまう。面白くないかもしれないけどまだあるよ。2ちゃんで奇出ではないはずの話。ちょっと席外すけど、帰ってきてからまたすれあれば書くから。まだあるな、じゃ書いていくか。はっきり言ってもう怖くないけど。俺の職種は機甲科の偵察だったんだ。機甲科ってのは戦車と偵察に分かれてるんだ。自衛隊の新隊員は前期教育と後期教育があって、前期で自衛官の基本、後期でそれぞれ専門教育に分かれていくんだ、陸の場合はね。で、後期の機甲科は偵察も戦車も一緒になって戦車の方の訓練を受けるんだ。機甲科隊員は戦車、偵察隊両方できるようにね。で、偵察隊員はバイクの免許が必須なんだ。ほいほい。もともと二輪免許持ってるやつはいいとして、免許ないやつは税金で無料で取れるわけだね。それで後期教育終わって部隊に配属されてから二輪免許ないやつは免許取るための教育隊に行くわけだ。そこで体験した話。みんな無料で免許取れていいなぁと思うかもしれないが違うんだな。その時の俺たち新米偵察隊員の任務は教習者の免許資格を持つ自衛官による自衛隊の施設で操縦訓練をした後、民間の施設で試験を受けて習得するというものだった。厚木基地は敬礼したまま動かないで直立不動の日本兵がいる。防衛省の中でも似たような話はあるね。ほほう。それでわざわざ自衛隊が保有している教習場近くの駐屯地まで移動して、その駐屯地の隊舎から教習所まで通うという形をとっていた。人いないから体験したこと詳しく書いてるけど端折った方がいいか？もっと面白くないっていうか怖くもないけど。で俺たち新米はホームから離れて免許取るため合宿みたいな感じで他の駐屯地に来ていた。その俺たちが泊まる隊舎は年季の入った旧軍時代から使われる木造建築の2階にある30人部屋だった。すでにクソのような環境に慣れていたので特に疑問はなかったが、同期のリア充やリチン野郎が部屋に入った瞬間、この部屋おるわ、と言い出した。リア充隊員よ、一体そこに何がいるというのだ？二段ベッドがずらりと並び、俺たちは全部で20人弱いたのでそんな窮屈でもなかった。教官は同じ建物内の別の部屋に泊まる。大部屋なので、おるわと言われても別に気にしてなかった。で怖い話に関係ないけどバイク免許取るための訓練が始まった。ちなみに機甲科隊員は後期教育課程で全員が戦車の操縦免許を取る。指導員の免許を持つ教官によって戦車を使っての実技がある。車やバイクの免許を持っていない俺は学科のテストの勉強もしなければならなかった。一日専門以上の問題をやらされたし、模擬テストでは95点以上の点数を取らなければならなかった。
上に書いたのは大型特殊の免許を取る勉強ね。カッコカタピラ限定がつく。無論学科試験は免許センターでやるあの試験で、すでに車の免許とか持ってるやつは免除。すでに免許持ってて学科なしのやつはひたすら操縦訓練する。話それたけど、そんなわけで機構の隊員は全員免許はあるので、バイク取得も実技だけでオッケーね。で、二輪の取得に入るんだがこれがきつかったんだ、俺にとっては。戦車ってトルクがすごいから、クラッチとかあるんだけどほぼオートマみたいで余裕だった。しかしバイクはそうはいかない、すぐエンストしたり、二輪なのでこける。じゃあ一致は戦車運転できるの?74式限定でできるよ。教官から怒鳴られる毎日だった。他のやつは車の免許持ってたり、免許なくともバイク好きで乗ってるやつが多いからスイスイ乗ってた。一方俺はトルクすごくてエンストしない戦車と、自転車しか乗ったことなかったから、ハンクラとか言われても感覚が全然わからなくて怒られまくった。コースのポイントごとに教官が竹刀持って立ってるんだ。ミスしたら容赦なく竹刀と罵声が飛んでくる。しかも実技試験は免許センターでの一発しかない。教官からもてめえら国税使って取らせてもらってんだ。落ちたらわかってんだろうな。みたいに言われて追い込まれていた。他にも精神的、肉体的に色々あったけどはしょる。俺は自腹でいいから民間の学校で取らせてくださいと心底思った。反応ほぼないからホラーに関係ないこと長々書いたけどここから。俺は隊の中で一番操縦が下手くそで、ちょっと精神的にもそんな強くないので憂鬱だった。鬱では全然ないけどな、悩んで眠れなかったりしたんだ。夜は悶々として不安になったり何度も寝返りを打ったりして寝つけなかった。そしたら部屋からギシッギシッと音がした、木造の床にありがちの、人が歩く音ね。俺たちの泊まってる隊舎に便所はないので、トイレに行きたい時は他に隣接してる。現代人からは想像を絶する古くて不潔なトイレ、かっこ一応掃除されてるけど。か、その駐屯地の新しい隊舎まで行って、かっこここは清潔で推薦。するしかなかった。で、20人弱も同じ部屋にいるんだし、誰かトイレに行くのかなと思ってなんとなく目を開けた。俺たちの泊まってる室内は電灯つけなくて、部屋の外の階段周辺だけ小さい明かりがついてたんだ。過去にそこで真っ暗なまま非常呼吸かけた時に足踏み外して死んだ隊員がいたかららしいけどな。ちなみに新隊員の時に真っ暗闇でもフル装備に着替える訓練はやる。で、階段の明かりで室内が見えるんだけど、誰も便所に行く気配も姿もないんだ。でもギーギーって歩く音がする。でも建物が音出すのってよくあるだろ？空気や湿度の関係とかで。ましてや木造の古い建物だし、誰かが寝返りを打つたびにきしむ音するしな。でもその音がさ、規則正しかったんだ。寝返りやなんかじゃねえなって思ってさ、眠れなかったし。俺は二段ベッドの下の段にいたんだけど気になって起きたんだ。ベッドから上半身だけ起こす感じであたりをキョロキョロ見てたんだ。その間も規則的に室内を歩く音がしてるんだけど、誰も歩いてないんだな、これが。もう完全に目覚めててさ。でも周りにいっぱい教育受けてる同期は寝てるし、廊下からの明かりで室内はぼんやり見える。けど誰も動かないし、何なんだろうってすごい集中して音のする方向を伺ったよ。誰も動いてないのにさ、明らかにそこを歩いてるきしみ音がするんだよね。怖くはなかったな、みんないるし。ただもう明らかにそこを人が歩いてるきしみ音がしてるのに何もいないから変な感じだった。朝になってから、ここを売るわって言ったやつに話したらさ、だから言うたやんおるって、あいつは毎晩一つ一つベッド覗いて回ってるよ。って言ったんだ。そいつは大阪出身ね。そいつが言うには見てるだけで悪さはしないって言ってたな。俺も、なんとなく言っただけで誰も信じてなかったけど。それより試験落ちた時の方がはるかに怖いし。そんなこんなでその実技訓練が1ヶ月弱ぐらいの期間あったんだけど、その間にメンタルの弱さか、慣れない土地の水か知らんけど、俺、ものすごい下痢になったんだよね。30分に1回はトイレ駆け込んで水みたいなうんこしてたんだ。それまでトイレは清潔な代謝の方を使ってたんだけど、こうなったらそうも言ってられない。間に合わなくて隣接する不潔な方に駆け込んでたんだ。追いついた。面白い。どんどん頼む。おかばんソースだけど、怖い話読んだり、書いたりしてても寄ってくるらしいぜ。どのくらい不潔かというとおじがうねうねしてるくらいで、なんかそのおじ殺す薬品の匂いと尿瓶の匂いが混ざり合った感じね。そのトイレは小便器がただの壁のくぼみの溝に流して、大便器は、ボットン。電気はもちろんついてなくて真っ暗で、大便の方は使用中はドアが閉まってて、使用してないとこは鍵とかじゃなく一目見ただけでわかるようになってた。
149のトイレのドアは使ってないところはオープン状態になってるのが一目でわかるってことね。でこのトイレは俺たちみたいな旧軍の木造建築に泊まってる部外者しか使わないんだ。他の人はもちろん新しい隊舎にある清潔な水洗しか使わないから。で、深夜に腹壊しながらボロトイレに駆け込んだら、その5つある大便所のドアの一番奥のドアが閉まっていた。これは俺が使用して初めてのことでちょっとびっくりした。他の人は大抵新しい水洗の方に行くし、めんどくさくてこの古い方のトイレを使っても大抵入り口側を使うんだね。当たり前だけど真っ暗だし不潔だし不気味な奥の方までわざわざ行かないから。まあいや得出してる俺は手前の大便所に飛び込んで水のようなものを尻から出していた。すると大便所の奥から変な声が聞こえたんだ。ベタだけどクソするうなり声っていうのと違ってゾッとする声。で俺も雰囲気が雰囲気だからすぐケツ拭って出たんだ。もう水しか出ないから。声がする奥の大便所は相変わらず閉まってる。こえー。こえー。逆にこういう地味な話の方がリアリティあって好き。確かに一致の話はたくさんいる日の恐怖体験投稿者の話の中でも地味だ。だからこそ強いリアルさを感じてしまう。少しの時間だけどその閉まってる大便所のドア見てたら。ってドア開いてさ、何も見えないのにさもそこにいるような足音がしたんだ。ってこっち向かってくるんだ、足音だけが。そこで俺もビビりまくってダッシュで外出てみんなの寝てる部屋に向かったんだけど、足跡もすぐ後ろついてくるんだよね。振り返っても何も見えない。足跡だけが追っかけてきてさ夢中で台車に上がって階段登って部屋に入ったら消えたな。階段上がるまでは聞こえた。トラウマレベル。俺なら多分ショックで死んでる。しかもその階段の電気さ、危ないから規則で夜の間銃はつけっぱなしにしておくようにって命令されてて、教官連中も消灯前には点検して、消しちゃいけないし消えてるはずないのに消えてたりしてさ、古くて接続が悪いのかもしれないけどさ、急いでベッドに入って入り口凝視したね。そしたらまたお決まりの大部屋の二段ベッドの間を縫う足音がギッギッて回り出すんだよね。目を凝らしても何も見えない。ただすぐそこを誰かが歩いてるとしか思えない足音だけがギッギッてしてるんだ。この音は俺以外にも何人も聞いてる、聞いてない奴もいるけどな。終わり。怖え。続き頼む。次。中部地方の演習場で演習中の話。ある幹部クラスを乗せて演習場を車で走り抜けているとき、いつもその幹部は特定の場所で外に向かって、誰もいないのに敬礼していた。頑張るね。あー、両スレ臭いな。こういうスレには夜中に出会いたかった。残念。ドライバーの陸曹はいつも不思議に思っていたが任務に集中しようと運転を続けていたが、やっぱり気になったので聞いてみた。なぜいつもこの場所で、誰もいないのに敬礼しているのですか？訓練中にこの場所で亡くなった隊員がいつも私に敬礼してくるのだ。それ以来その陸曹もその場所を通るたびに敬礼している。意外なる敬礼の相手。それは亡くなった隊員に対するものだったのだ。UFO は見たことあるの？ないなぁ。硫黄島は幽霊出現率 100% だけど、理由が理由だけにおごそかな気分になるとかうんぬん。経営中の話。俺のいた部隊の駐屯地はコンクリート塀に囲まれているんだが、一箇所だけ金網みたいになっている箇所がある。おい、見回り中のあそこ、墓場に面している箇所だけ金網になってるだろ？ああ、そうですね。あそこだけ、なんでコンクリの塀じゃなくて金網なのか知ってるか？いや、知らないですけど。実はあそこな、コンクリートで塀立てると崩れるんだよ。え？これまで何回もコンクリで塀立てたんだけど、あそこだけなぜか崩れるんだ。あそこ、通り道なんだってさ、例の。マジですか。ああ、あそこを歩くときは気をつけろ、気づくと塀に沿って何かが一緒に歩いているらしい。一緒に？ああ、もしあの場所を見回ってるときに、金網のすぐ外を何かが歩いていたら。絶対に声を出すんじゃないぞ。次の見回り、俺の順番なんですけど。気をつけろよ。現在時刻深夜2時。単身での見回り開始まであと少し。経営中の話その2、深夜。おい丸々、お前らが来る前にさ俺たちあそこの池で水路潜入の訓練やってたんだよ。ああ、駐屯地のすぐ近くにあるあの池ですか。そうそう、見回り中にも見えるだろ、あの池。はい見えますね、でも池で水路潜入の訓練ですか、面白そうですね。ゴムボート使ったりしてさ、結構きついんだよ、戦闘服にハンナガグツで泳いだりさ。
うわぁ、ぐっちょぐちょになりますね。装備の手入れ大変そう。まあな。そんなことよりさ、その訓練中にさ、とんでもないものに遭遇したんだよ。え？何ですか？ドザイモンだよ。え？ドザイモン？そう、訓練中にプカプカ水死体が浮いてんの見つけてさ。マジっすか？やばいですね。もう警察呼んで大騒ぎだったよ。あんなとこで水死体が出るなんて。うわぁ。あの時は大騒ぎでしたよね、司令。ああ、最悪だったな。本当ですよ、死体のある池で訓練なんて、マジ勘弁してほしいですよ。その死体って何なんですか？おばあちゃんだってよ。おばあちゃん？詳しくは知らないけどおばあちゃんの死体だったんだ。へえ。お前、気をつけろよ。え？気をつけるって？出るんだよ。え？深夜の見回り中にな、あの池の方を見ると、いる、らしいんだ。いる？何がいるんですか？ばあさんだよ、ばあさんが立ってるんだ、池の上に。またまた、次は俺の見回りだからってそんなこと言う、わらわら。まるまる部隊のやつが見回り中に見たんだってよ。ああ、池の上にいるのを見た次の瞬間にはもう自分の後ろに立ってるらしい。見た瞬間に自分の後ろに？そう、そして振り返って目が合った瞬間。ごくり。引きずり込まれるんだ、池の中に。だから深夜の見回り中は絶対池を見るなよ。いや、今までもう何回か見てもなんともないんですけど。本当にお前は意識して池を見ていたか？本当に後ろには誰もいなかったか？そこまで気にしてはいなかったですけど。まあいい、とにかく気をつけろ。池だけは見るんじゃないぞ、絶対に振り返るな。やめてくださいよ、今まで普通にやってたのに、なんか変な感じになるじゃないですか。にゃあ。だいたいこんな感じで新人の頃はビビらされました。終わり。意味ありげに笑う司令と先輩。その真意はどこにあるのだろうか。経営中の話その3。見回りをしていくコースの途中にチェックポイントがあってそこに記入するのは前に言ったけど他にもやることがある。チェックポイントには優先の電話が置いてあるんだ。経営所と直通の電話が。それで紙に記入と同時に経営所に〇〇異常なしと報告する。厳密には合言葉とかあるけど省く。経営は決められた時間ごとに交代で見回るので、大体どの時間にどこのポイントから連絡が来るのかもう分かってるんだが稀におかしなことが起こる。誰もそこにはいるはずがないのに経営所の電話が鳴るのだ。見回りに誰も行ってないのに電話が鳴る。気厳に思いながら受話器を取り上げるが何も言わない。経営所にはみんな揃っているし、消灯後に駐屯地内をうろうろする奴もまあ、いない。怒られるしね。放っておくわけにもいかないので、経営所のジープで見に行くが、異常なし。なんだろう？終わり。どうしようもうホラーネタがないんだけど、まだいっぱい聞いたはずだが忘れてしまってる。思い出したらまた書くんで。誰かネタあれば自衛隊関係なくてもいいんで、お願いします。ネタ切れの一致。スレミンたちに協力を依頼する。防基地の撤去しようとすると事故が起きる一枚は、中華航空事故の遺体を安置した防基地の武道場。誰もいないのにチャイムが鳴る防分屯基地。自衛隊はホラーにこと書かない。神奈川の厚木基地には触ってはいけない木があるね。滑走路の近くで邪魔だから2度ほど切り倒そうとしたんだけど、その度に請負業者に死者が出て結局そのままにしてるってやつ。かなりでかい木だし滑走路付近に1本だけあるのがそうだから、金網越しに外から見れるよ。ここで2ちゃんで有名な怖いコキペが投下される。先日、俺が妹の部屋で代弁していたら、急に本兵の格好をした見知らぬ男が入ってきた。最初は泥棒かと驚いたんだけど、無言のまま血走った目でこちらを睨みつけてくる。ちょっと薄気味悪くなって、あなたは誰ですか？何をしているんですか？って尋ねたら、バカ野郎って叫んでそのまま霧みたいに消えてしまった。その後、帰宅した妹に事情を話したんだけど、泣き叫ぶばかりで話にならなかった。両親も怒鳴ったりわめいたりするばかりで、その男の話は何もできなかった。もしかすると家族は俺の知らない秘密を抱えているんだろうか？今思い出しても背筋が凍る思いだ。定番ネタ来た、わらわら。有名な意味がわかると怖い話のコピペである。さて妹はどうして泣いているのだろうか？最後までご視聴ありがとうございました。自衛隊内に伝わる恐怖体験談はいかがでしたでしょうか？自衛隊のこんな話を知っている聞いた等のご意見、感想などありましたら、ぜひコメントをいただけると嬉しいです。
また戦車や硫黄島の手紙のリンクを貼ってますので、興味のある方は概要欄から確認をお願いいたします。それとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。